ションセンター、ファッションセンター、ジョイフル、ジョイフル、松本坂本の俺を下から続く窓。おかげお待たせしました、たっちゃんです。よろしくお願いします。じゃあ、今日は、大変な時に来ていただいて本当にありがとうございます。ちょっと血糖値とかいろいろ大変なところはたくさんあるんですけれど、今日は全力で演奏しますんで、よろしくお願いします。イエーイ。アロマのパラソリアロマス、いつものエルビスを下ろしますんで、いきなり始まりますんで、ブルセールシューズよろしくお願いします。Come on, best solo!One for money, two for show. Sing it right now, got to go without you. Super bonus issue. I can only see the bonus issue. Boom, 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 boom.ありがとうございます、残念ながら一曲で体力の限界が来てしまいました。じゃあ分かりました、このままもう一発イカスタロックンロールナンバー聞きたいか。イエーイ。イカスタロックンロールナンバー聞きたいか。イエーイ。おいさイカスタロックンロールナンバー、予作聴いてください。予作は気を切る、ヘイヘイホー、ヘイヘイホこの感じだと2時間くらい続いちゃうんですけど、時間を縮めますんで、皆様方手拍子お願いします。よさくよさく、もう日が来る、よさくよさく、もう夜が呼んでいる、タリちゃんがヘイヘイホーと言ったら、ヘイヘイホーと言ってくれますか。元気よく言ってくれますか。行きましょう。ヘイヘイホー、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 
わっしゃいわっしゃい、わっしゃいわっしゃい、わっしゃいわっしゃい、わっしゃいわっしゃい。泊まりのおじさんは噛んだ生まれのチャキチャキエロー、こんまつり騒ぎが大好きで、トレンシーフィンハッチマイク、その犬行けて雨が降ろうとれ、槍が降ろう、お前おみこし担いで、わっしゃいわっしゃい、わっしゃいわっしゃい、ケーキをつけろ、ケーキをつけろ。ありがとうございます。素晴らしいお客様方です。とっても元気があって、そして合ってます。ケーキをつけろと言ったら上位のくらい合ってます。ここのお客さん何でしたっけ。館内ドルジェのお客様、とっても素晴らしいお客様方です。大きな拍手をお客様方よく拍手を。素晴らしい。ではついてこれるか、いきますね。次いきますよ。ファッションセンター、ファッションセンター、ファッションセンター、ジョイフル、ジョイフル、松本、松本、もっともっと、もっともっと。素晴らしい、素晴らしいお客様方に大きな拍手、200点満点です。ありがとうございます。How sad you, you sad you. I'm more than I can do. How sad you, you sad you. でまた体力の限界になってしまいました。水飲みます。血糖値が、血糖値がとんでもないことに、あと数曲持つんでしょうか。今日はですね、ちょっと一人だとちょっと寂しいということで、特別にギタリスト用意してまいりました。ブライアン・セッツァー、ブライアン・セッツァー、ブライアン・セッツァーモデルの6120の使い手、タイちゃんです。大きな拍手でお迎えください。出ました、ブライアン・セッツァーモデルの6120です。すごい。ちょっとギターちょっと最近始めたんで、ちょっと温かい目で聞いてください。じゃあロックンロールナンバー2つ続けていきます。エリー・コクランのナンバーで20フライトロックと、あと、ビートルズとかいろんな人やってるんですけど、スローダウン2曲続けてどうぞ。Get your time, I should have alone.
思いたての中学生のように、おー
をしよう。一日三回大谷をしよう。たまには左手で大谷をしよう。急ぐ手のトイレで大谷をしよう。この素晴らしい地球のためにもうあっという間に過ぎてしまうので、次の曲が最後の曲です。はい、次の曲の後にですね、アンコールも何もなければ最後の曲ということで、最後の曲やろうと思います。ですね、また水飲みますちょっとですね、あの切ない歌が2曲続いちゃうかもしれないんですけど、20年前あのタイちゃんです、原宿のルイードとかですね、新宿ロフトっていうところで演奏してたんですよ。ジョニー・ワイルドさんっていう人のバックバンドでやってたんですね。で、YouTube とか見たらですね、ジョニー・ワイルドって検索すると、ベース弾いてるタイちゃんがですね、見れると思います。真面目にベースだけ弾いてたんですけど、いつの間にか解散してしまって、今、もういろいろあって解散しちゃったんですけど、ちょっとそのジョニー・ワイルドさんの歌の中でですね、好きな歌があってですね、その歌、今から歌おうと思うんですけど、平凡な日々を送る、中高年のための、応援歌になると思いますんで、いい歌なんで、もしよかったら聴いてください。ジョニー・ワイルドさんもちょっと聴いてるかもしれないんで、ちょっと聴いてください。逃げるはもうやめさ、這い上がれ平凡な日々から、ゲームは始まったばかりさ。乾いた砂漠に雨を降らせて、稲妻が心を突き刺す。嵐が降るたび立ち返る、一度きりの人生だから、声で叫んで血に染まったら一度唇を感じて、声で叫んで憂鬱な顔いつも吐き、羽ばたけブラックウィングル。言ったのか墓場まで、流れ星光り輝く、今日という日は帰れないから、一度きりの主人公、孤独なんかに振り回されるなよ、這い上がれ愚か者、引き返せない、ああ戻れない、止めよう明日へ、声で叫んで血に染まったら一度唇を感
初めて今夜へ叫ぶ憂鬱な顔に詰まるハンキー羽ぶたけブラックイーグル今夜へ叫ぶ血に染まったら一度唇を噛みしめて今夜へ叫ぶ憂鬱な顔に詰まるハンキー羽ぶたけブラックイーグル本当ジョニー・ワイルドさんも聞いてくれてたと思います、埼玉で元気よく生きてますんで見かけたら声かけてあげてくださいちょっと行きますごめんなさいちょっと新入り組にやってしまいましたいいかなと思ってますけど行きます皆さん安心してくださいジョニー・ワイルド行きます。で今のが最後の曲でした。アンコールも何もなければ。アンコール。アンコール。アンコール。オーケーオーケー。思いもよらない想像もつかないアンコールの声。誠に誠にありがとうございます。じゃあ今日は素晴らしいお店イソルテさんのために特別にアンコールの曲用意してきました。ジョニー・デップです、先生分かる人は分かるクライベイビーそれかそれあまりにもかけ離れてて気づかなかったと思うんですけどジョニー・デップです最後の曲あ、そう最後じゃあちょっと大技ぶちかましましょう。命がけのいつもの命がけのパフォーマンス店中を壊しかねない、そして心臓も止まってしまうかもしれないこの脅威のパフォーマンスをちょっとやりましょう。タイちゃんの いろんなところで演奏するんですけど、結婚式の二次会とかいろんなところでやるんですけど、出所祝いパーティーで大盛況だった歌、監獄ロック聴いてください。そして最後までうまく歌いたく好きには大きな拍手をいただけるとありがたいことです。おはようございます。大きな拍手いただけるとありがたいと思います。よし、あるんですけど、これカッコつけて貼ってるわけじゃないんです。間違えて踏んでしまって割れちゃったんです。チャレンジガーショー見なかった形して、チャレンジガーショーはっけないで、カンクルパーティーあったのさ、韓国バンドでジャンプすりゃ石のカムサイスイントゥーワンソン、Everybody knows everybody.
この素晴らしい地球のために、おー何を